レシャルをぶっ壊す。バキューン。はい、毛沢東らない、1年ぶりに再開いたしました。こうしてこうやって動画をにしたことによって、懐かしい方と再会できたり、あとね、一度だった方からまたお願いしますとかね、指摘の言葉で救われましたとか言っていただきまして、本当にね、ありがたいです。ありがとうございます。こうね、フィードバックいただけると本当に私、生きていく勇気が湧いてきます。本当に感謝いたします。ありがとうございます。さて、今回占いさせていただきますのは、この毛沢東占いを、毛沢東占いでは何度も占いをさせていただいてます、イベント会社を経営している男性のぶりんさんですね。のぶりんさんからの、ご相談は、一つですね。この一つの質問に対して何回でも私は占いさせていただきます。その質問というのは、のぶりんさんのこの隠れた才能ですね。自分にはどういう自分の知らない才能や才覚があるのか、指摘を教えてくださいということなんです。これは何回も私答えていますが、なんで何回も答えるかと言いますと、もともとね、のぶりんさんのように、いろんな、ね、ことができる多彩な方の才能をね、またね、こう何こういうことですよっていうふうに言うのは難しいんですね。もともと才覚のある人を占うというのが。でそれがなんで難しいかと言いますと、多い人はね、たくさん持ってるんですよ。無限に一つの才能があれば、その奥に10や100に枝葉に分かれて、いくらでも才能がね、現在進行形で開花していく、言ってることが非常にそれが何て言うのかな、このシナプスがね、広がっていくというセンスかな、どんどんこう進行していってるのでね、追いつかないんですよね。あなたはこうです、例えば理系が向いてますとか、会計がねいいんじゃないですかっていうと、もうそれだけになっちゃうじゃないですか。例えばこう、ジムだったらこれが向いてるとか、そういうね、小さいことではね、答えたくないんですよ、この毛沢東占いでは。ですからのぶりんさんのその才能をこうですよって見つけていくね、お手伝いなんかも定期的にね、していきます。勝手にね、のぶりんさんは一回聞けばね、ありがとうなんですけれども、そんなことで終わらせる気は毛頭ございません。そういうわけで、今回もまたのぶりんさんの新たな才能をですね、深掘りさせていただきます。ちょっと集中させてもらいますね。ここは天安門広場、毛沢東主席、お言葉をお願いいたします。革命無罪造反より、革命無罪造反より、革命無罪造反より、毛沢東主席、お言葉をお願いいたします。のぶりん様の新たな才能をまたお伝えくださいませ。お願いいたします。大衆に接して宣伝するでもなく、激励するでもなく、演説するでもなく、調査するでもなく、質問するでもない。大衆の苦痛に関心を持たず、ほったらかしておく。自分が共産党員であることを忘れ、共産党員たるものを一般民衆と混同している。これが第7の方。大衆の利益を損なう行為を見ながら、憤慨もせず、忠告もせず、制止もせず、説得もせず、勝手にさせておく。これが第8の方。これが自由主義に反対せよということで、これですね、ちょっとここですね、あえてネガティブなことをフォーカスして書かれているページですね。これどういうことを読み解こう、ここから読み取ることは何でしょうかということなんですけれども、大衆に接して宣伝するでもなく、同意するでもなくということで、ここですね、今回はこれまでののぶりんさんに、私が出した答えなんですけれども、難しい人とかですね、ちょっと普通だったら近寄れないなっていう人と、むしろこううまくビジネスが展開したり、あとちょっと無理めだなっていう人が意外とこう仕
仕事なんかがね順調にいくんじゃないかっていう、ちょっと無理めな人のコミュニケーションにチャレンジしてみなさい、見てくださいっていうことと、その前にはダークトライアド、ちょっとダークな心理学もねやってみてくださいっていうことだったんですけれども、ちょっとそこからつながってるかなっていうセンスのところですね。前回じゃなくて前々回のことですね、ちょっとこうネガティブな人間の姿の方に書かれてるんですけれども、この共産主義をますますこう促進するということに対して、この主義運動にを激励するでもなくて、演説するでもなくて、調査するでもなく、質問するでもなく、だらけた人間ですね、こう人間をほったらかしにしてる人間を許してはいけないというようなことは書いているんですよ。これもしかしたらですね、やっぱなんか人間関係でこう糸がつながってるような感じがするんですけれども、具体的にこういうビジネスを展開するってこともなくて、もしかしたら得意分野がまだね明かされてない、全部がこう深掘りできてないっていうのが一番のキーポイントが、難しい人間とのコミュニケーションスキルが高いのは分かりました。でそこからの方法論をこう生み出していくというか、深掘りしていくっていうことなんですけれども、両人間に一番このノブリンさんのこの指導とかね、一番行き届くかというと、読めたこと一つズバリ読めました。いいですか、使えない人間を再生することがすごく長けてるんじゃないかっていうのが読めたんですよね。ここからなんですけれども、このページからダメな共産党員の姿がひたすら書かれてるんですよね。ここがそこに最後のところで、改めようとしない自分で自分に対して自由主義である、これが第自由主義だって、この定型な姿がこれ書かれてるんですけど、自由主義には反対せよということで、どうでしょうか、自由主義というのが自由主義に反対せよ、自由主義に反対するものは私の解釈ですけれども規律です。ノブリンさんは指導、つまりダメな人間に規律を教えるということが才能の一つにあるということが、ここから今回ね読み取れました。ノブリンさんいかがでしょうかね。ノブリンさん実際お会いしたことがね何回かあるんですけれども、ちょっとね私もイメージ湧かないんですけど、本当穏やかな方でね、人をスパルタでこうダメ人間にこう鞭打つっていうタイプにはとても思わないんですけれども、でもこれに関してはダメダメ共産党員に規律を与えるということで、鍛え直すダメ人間再生、ダメ共産党員再生ということが欠けてるということがここに出ているんですよね、これまでに人もそういう意味で人助けってしたことありますかね。でもあってもなくてもこう欠けてるっていうことはこう出てるんで、もしかしたらですけど、このノブリンさんの才能のこの深掘りということは人間関係のこの、ちょっと続くかもしれませんね。以前難しそうな人ほどうまくいくとか、もともと楽な方向に行かない人生だったんじゃないかなって今これ見て思いましたね。人から見て、そっち行くのみたいな、ちょっとそっち難しそうでないってところにずんずん行っちゃってたんじゃないかっていうセンスがねこの中から見えたんですけれども、今回出ましたことは、ダメ共産党員の再生ですね。人に規律を教えるということですね。ちょっとこうビリーズブートキャンプ的なイメージありますけれども、でもノブリンさんなりのねやり方で人を、例えばダメな、青少年でもね、ダメ親父でもいいんですけれども、そういう人をこう再生するとか、そう今ね自営でお仕事なさってますから、もしかしたらそういう人に将来的にねお仕事を回すとか、そういうこともなさっていくことになるのかなっていうのをちょっとこう思いましたですね。なんかね面白いのがね色々出てきますよね。ノブリンさんのねこの才能深掘りは
ちょっと面白いのでね、あの続けさせてもらいますからね、あのここからまた違う答えがね派生して出てきますので、今回は、ダマ人間再生、ノブリンブートキャンプ、ノブリンさんなりのやり方でやってみようということでしたね。毛沢東占いではね、私と毛沢東主席が、あなたのノブリンさんのご質問ご相談に必ずお答えします。この毛沢東語録を用いて質問にはね、あの問いかけには必ず必ず答えがありますので、その答えを一緒にね探っていきましょう。全身改革大躍進一緒にね目指していきましょうね。ノブリンさん、じゃあね、ありがとう、パチン。